思議なお話なんですけどね。これは私が小学校低学年の頃のお話です。その頃の私はいわゆる鍵っ子で、家に帰っても誰もいない寂しさから、いつも夕方遅くなるまで学校に居残って遊んでいました。大抵は友達と一緒に運動場でボール遊びをしたりしていました。それでも4時半くらいを過ぎると友達はみんな帰ってしまいます。運動場に誰もいなくなると、私は遊具を一通り遊んでから帰ることにしていました。鉄棒、ブランコ、運転、登り棒、そして最後が滑り台でした。その滑り台はちょっと変わった形をしていました。はしごを登り切ったところから V 字に分かれて滑り台が2本ついていたのです。まるで、鼻が2本ある象のようにです。2人の子供が同時に滑るように作られたはずですが、実際に滑ることができたのは左の滑り台だけでした。右の滑り台はベニヤ板で塞がれ、立ち入り禁止の紙が貼られていました。先生の話によると滑り台にトゲがあって、怪我をした子がいるからとのことです。けれど、してはいけないと言われるとやってみたくなるのが子供です。夕暮れ時、みんな家に帰ってしまって運動場には私一人。今なら誰も見ていません。私は好奇心を抑えられませんでした。ドキ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 しながらベニヤ板を乗り越え、立ち入り禁止の滑り台を滑っていきました。滑り台ですから一瞬で下につくはずです。なのに、なんだかいつもより長いような気がします。あれ?と違和感を感じた次の瞬間、滑り台の脇から大きな赤い顔が出てきて、ぐーそう、ものすごい声を上げて襲いかかってきたのです。何が起こったのか正直わけがわかりませんでした。ただとにかくびっくりして地面につくと走って滑り台から離れました。赤い顔は滑り台の脇にいて、ちょうど大人の顔の高さにありました。だけど大人の顔よりずっと大きくて人間の顔ではありませんでした。赤くて大きい、今思えば獅子舞の獅子のような、生ハゲのような、とにかく鬼のお面のような、そんな感じだったと思います。誰かが私をびっくりさせようとしてお化けのお面をかぶって出てきたのかと思って足元を見てみました。だけどどう見てもその赤い首の化け物は宙にふわ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 浮いていました。そして次の瞬間、その化け物は私を追ってきました。ふわ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 浮かんで上から追ってくるのです。私は怖くて走って逃げました。後ろからは、ぐわーぐわーという声が聞こえてきます。先生先生先生と呼びながら校舎に向かって走り、職員室に助けを求めようとしました。ところが、不思議なことに校舎には鍵がかかっていて入ることもできません。校門も閉まっていました。校舎をぐるーっと逃げ回る間もぐわ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 言う化け物はゆっくりですが確実に私を追ってきます。赤い口はバク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 開いてよだれを垂らしています。私は泣きわめいているのに誰も助けてくれません。というか、私とその化け物以外に人の気配がないのです。そして、校舎に入ることも校外に出ることもできません。どうしようもない事態に、私はこのまま化け物に食べられてしまうんだ、
と考え始めました。走って走って汗と涙でぐちょぐちょになりながら、私は元の運動場に帰ってきました。そしてあの滑り台に登りました。なんとなくですが、またその滑り台を滑れば元に戻るのかと思い、さっきとは逆の左側の滑り台を滑り落ちました。立ち入り禁止じゃない方の滑り台です。滑り台を降りると何かが変わった気がしました。重苦しい空気に流れが出たというか、不思議な感じがしました。振り返ると赤い化け物はいなくなっていました。校舎にはちゃんと入れて、職員室には先生もいて、校門も開いていました。そしてその後、さらに不思議なことが起こりました。なんと二つついていたはずの滑り台が一つになっていたのです。私は友人にも先生にも、あの滑り台って二つあったよねと確認したのですが、口を揃えて最初から一つだったというのです。確かに誰がどう見ても滑り台は一つしか滑り落ちるところがありません。ですが私の記憶では間違いなく二つありましたし、友人と遊んで立ち入り禁止の紙や板も確認した記憶があります。先生もその滑り台の立ち入り禁止について説明していました。そして何よりあの赤い顔との恐怖体験は今でも鮮明に記憶しています。なのに私以外誰も滑り台が二つあったことを知らないのです。この記憶や体験が何だったのか今でもわかりませんし、自分の思い違いだったと深く考えないようにしています。ですがこれが私の幼い頃の一番怖い思い出です。ここまで聞いていただきましてありがとうございました。この作品はインターネットサイト恐怖の泉さんから選んで読ませていただきました。読ませていただいた私の偏った感想なんですけどね、小さい頃ってね、大人には見えないものがね、見えたりするって聞くじゃないですか。おそらくこの投稿者もそうだったんでしょうね。で、この出てきたなんかゆっくり追いかけてくる顔だけのね、霊というか妖怪というかね、それは多分この投稿者の方を何か懲らしめてやろうとかね、そういうのじゃなくて、なんか遊んでたような気がするんですよね。周りのお友達とかね、先生方はその二股に分かれていた滑り台はもともと一つだったって言い出してるわけですよね。で、おそらくこの投稿者の方もね、その日をきっかけに、まあ境にですね、そういうちょっと不思議なものを見るのはなくなってると思うんですよね。これが最後なのかなと思ったら、そのね、霊だか妖怪だかがね、この投稿者の方と、なんかまあ、ちょっと遊んだような気がするんですよね。皆様はどうお考えでしょうか。ということで、最後はちょっとした私のお話でお別れを。滑り台にまつわるお話といえばですね、我々芸人もね、滑り台にまつわる話は結構あるんですよ。どんな滑り台かっていうと、遊園地のプールの滑り台なんですね。あの夏休みなんかね、それ滑るまで結構並んで待ちますよね。その待ってるね、お客様のためにネタをやるっていうお仕事あるんですよ。そしてね、真剣に聞いてくれていたお客様がね、落ち手前でね、滑る順番が来ちゃって落ち聞かずに行っちゃったなんてね、よくある話なんですよね。そして私も10年ぐらい前ですかね、その遊園地のプールのね、滑り台、待っている人たちのためにネタをするっていうお仕事があったんですけどね、8月の下旬だったと思うんですけども、台風が近づいていたんですね。で、入園者も少ないし、近くまでもう台風が来てるということでね、風が強かったんですよ。
中止になったんですね。私現場に行っていたんですけど、イベンターの方がですね、その日、そのイベンターの会社、他にも仕事があったらしいんですけどね、他の仕事っていうのが健康ランドでのお仕事だったらしいんですけどね、その健康ランドに出演する方がですね、その台風の影響で、車なんだか電車なんだか忘れましたけどね、来られなくなったっていうことで、穴は開けられないということで、五郎さん、もし、良ければっていうことで、誘われたんですね。そして事務所に確認したら、あ、行っていいよ、出演してきていいよってね、言われて、行ったんですよ。で、健康ランドはちょこちょこ出ていたんで、気楽だったんですね。終わった後、お風呂いただけるし、なんてね、楽しみでもあったんですよ。到着して、現場がいつものなんかね、大きい大広間のステージじゃないんですよ。私、ちょっと気になりましてね、独自のルートを駆使して、探ったんですよ。すると分かったんです。そうなんです。その日の現場、仮眠室だったんですよ。どうやらなんかセラピニスト、よく分からないんですけども、眠りに落ちるようなお話をする方が、たまたま来られなくって、怪談話もアルファーファが出ていて、結構眠るにはちょうど良かったらしいんですね。しかし私は別に怪談って言ってもですね、怖そうに見えて、ふざけたお話ですからね。そんなのを話していたら、たまに起きちゃうんですね。え?っていう感じで、いやいや、寝てていいですよって感じでね、結構ね、なんかやりづらい現場だったのをね、思い出しましたけども、今となったらね、そういう滑り台の付近でネタをやりたかったんですけどもね、できなくともそういうちょっと仮眠室というね、ちょっと寝る場所でネタをやるというね、なんか、いい思い出ができたななんてね、そんな感じでございますけどもね、不思議なお話ってあるもんですね。と決まったところで、皆様のね、投稿会談お待ちしております、こちらのコメント欄でもよろしいですし、私のツイッターの DM まで、どんどんお寄せください。よろしくお願いいたします。ということで、 BB 五郎チャンネル、ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、そしていいね、よろしくお願いいたします。